脱脂肪乳 TV は整理収納アドバイザー認定講座を紹介。お片付けが苦手な方はもちろん、仕事や生活に生かしたいという方にもおすすめの2級を受講してきました。私らしく未来へ向かう女性を応援する脱脂肪乳 TV。こんにちは、脱脂肪乳 TV リポーターの安井楓です。今回の脱脂肪乳 TV は整理収納をテーマにお届けします。皆さん、片付けって得意ですか？私は本当に正直言って苦手で、なので今回は整理収納アドバイザー認定講座でしっかりと学んでいきたいと思います。天神にある西日本新聞会館ビル。ここでは以前紹介した生活の窓口が主催するセミナーが数多く行われています。整理収納アドバイザー2級認定講座は、整理収納の基本が1日で学べることから特に人気のセミナーです。この日の参加者は14人、女性が中心ですが、30代から60代まで年代も様々です。講師の余田先生は年間500人以上の受講生を輩出。実は先生ご自身もこの講座の受講をきっかけにお仕事をスタートしたそうですよ。要はご受講された皆様自身が、家庭やあとは職場でご自身の周りを整理収納できるようになるというのが今日の2級講座の目的です。でまずは皆様自身がね、今日受けてできるようになる、これが目的です。それぞれ同じテーブルになった方と自己紹介をして、和やかな空気の中講座がスタートしました。座学からテストまで丸1日、タイムスケジュールもびっしりです。定位置というのは物の住所のことだと思ってください。お家の中にあるもの、すべてのものに物の住所を決めていきます。爪切りはここ、耳かきはここというふうに物の住所をしっかり決めていくんですね。そして決めた場所に物を戻していく、これが収納だと思ってください。ここで講座でお話しされる整理の基本をちょっとだけご紹介。片付けする場所を決めたら、そこにあるすべてのものを取り出します。そこから使っているもの、所有しているだけのもの、いつでも使えるように待機しているものの3つに仕分けます。所有しているだけのものから使わないものを手放す、取り除くことがいわゆる整理なんです。そして整理ができたら収納。使用頻度で分けたり、カテゴリーやグループで分けたり、様々な収納の仕方はもちろん、どの位置に置くのが使いやすいのかなど、まさにお家に帰ったらすぐ実践したくなるようなお話が満載でした。一方的に話を聞くだけではなく、多く行われるのがグループワーク。まずは整理の効果と損失について、同じグループの皆さんと一緒に考えます。同じものを買わなしにするので、ストレスなく過ごせるので、イライラしやすい。グループワークで楽しく学べるのもこの講座の魅力の一つなんです。どういった理由で講座に参加されたんですか？お家を片付けたいということと、以前からこの整理収納アドバイザー2級を取得したいと常日頃から思っていたのでチャレンジしてみました。受けてみて実際いかがでしたか？やっぱりなんかいろいろ本見てたりしたけど、やっぱり聞くのとは違うなという思いました。私は教員をしていて、片付けが苦手なお子さんに出会うことが多かったので、そういう子たちに教えれることがあればいいなと思って受講しました。どういうふうに今後生かしていきたいですか？そうですね、
今のところは物との付き合い方についてお話をいただいたので、そういう話を しながら一緒になんかこう物を分けたりしていきたいなと思います。普段から探し物をする時間が多いということと、それからもうすぐ第二子が生まれるので、子供2人と過ごす生活空間として心地よい生活ができるように、産休に入ったのを機に塾を決めました。リバウンドしないようにしていきたいなっていうところと、そうですね、あと、今回結構の講座がなんかすごい分かりやすくて、そしてなんかこう思ってたのと結構違う視点でいろんなことを教えてもらえたから、それをまた整理ちょっと整理整頓以外でもなんか役立ちそうな気がしましたので、活かしていきたいなと思います。休憩時間には個別に質問も。終始アットホームな空気が流れていました。最後に取り組んだのはクローゼットの整理収納についてのグループワーク。3人家族が住むマンションのクローゼットを課題に、どんなものがあるのか、何をどこに置くのかなど、これまで習ったことをベースにグループで話し合って発表します。グループ分けとして、マタニティ用品とか、子どものおもちゃだったり、お下がりの服だったり、アルバムだったり、今後使うかもしれないものを入れました。他に今後使うかもしれない待機のもの、あとはスーツケースということで、ね、旅行用のスーツケース、あとはちょっとね少し余裕があるので、また第2子がね生まれた時にも十分収納できるようになっていると思います。はい、とてもこちらも使いやすい収納だと思います。お疲れ様でした。実際に私も受講したんですけど、すごい先生がユーモアあるお話で、すごい引き込まれて、全然もうバッチバチでもう聞かせていただきました。すごくなんか面白いなっていう風に感じました。ありがとうございます、はい、できるだけですね、楽しくこう受けていただけるように、ちょっとネタを挟みながら講座をさせていただいております。もうとにかく苦手だからとか、こう性格が雑だからとか、皆さん割といろいろ苦手意識を持っていらっしゃるんですけれども、なんでうまくいかなかったのかが分かったとか、どこからやればいいかが分かったっていうことが結構おっしゃっていただけるので、お家に帰ってからにつながっているのかなと思っています。受講生ってどういった方がやっぱり多いですか、受けられるか。一番多いのはやっぱりちょっとこう50代60代ぐらいの、これからの生活を考えたいという方が一番多いですね。でもそれだけではなくって、学生の方とか、あとは男性の方もお仕事に生かしたいという方も来ていただいています。こういうふうに自分も仕事にしたいっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういう方も学ぶことはできるということですか。もちろんそうだ、できます。今回は2級なんですが、2級の後に1級を取得していただくと、お仕事に、生かすこともできますので、何か今後これを仕事に生かしたいなと思う方はぜひ2級を受けていただいてですね、またその上の講座にもチャレンジしていただきたいと思います。今後どういった方に受講してほしいっていう思いがありますか。はい、そうですね、もうお片付け整理収納って多分みんな必要だと思うんですね。やらなくていいっていう方は残念ながら来ている以上いらっしゃらないと思うので、もうどんな方にも本当に学生さんから、あとは年配の方まで幅広く楽しんで受けれるように講座をしていきますので、皆様にご受講いただきたいなと思っています。生活の窓口で講座を主催されている理由聞かせてもらってよろしいですか。はい、私たち生活の窓口では、日々いろんなご相談を受けているんですが、その中で、お片付けっていうことに対する、ご相談が、実は割と多くて、お子さんが例えば4月から大学に行くんで一人暮らしをするんで、早めに片付けられるようにしてほしいということで、親子で一緒に受けられる方、こういった方もたくさんいらっしゃいます。やっぱりみんなで発表したり意見交換したり、そういうことを通じてただ聞くだけではなくて、やっぱり実行しやすい、実践しやすくなるっていう講座作りっていうのを私たちは考えています。時々ホームページとか
LINE を見ていただければ、さまざまな情報を発信をしておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。講座が終了したら、整理収納アドバイザー2級を認定してもらうためのテストを行います。いや、皆さん無事講座が終了しました。本当に朝から夕方までだったんですけど、あっという間でした。一人でこう座学とかすると、ちょっと挫折しそうだなって思ったんですけど、やっぱりグループワークでみんなで楽しみながら学ぶことができて本当に良かったなと思います。ただここで終わりではなくて、家に帰ってからもしっかりと整理をしていきたいと思います。頑張ります。楓ちゃんが認定されたかは後日ご報告として、お家に帰って早速お片付けを始めたようです。整理をしました。こちらです。いかがでしょうか。全体的にすっきりしたと思います。西日本新聞会館にある生活の窓口では、今回ご紹介した整理収納アドバイザー認定講座の他にも様々なセミナーを行っています。また相続、不動産、保険、就活など不安解消のための様々なご相談を受け付けています。ご予約はお電話もしくはウェブで。詳しい情報は生活の窓口のホームページをご覧ください。情報誌ラシゴーニュ最新号発刊しています。ぜひご覧ください。次回も未来に向かう女性に役立つホットな情報をお届けします。ラシゴーニュ TV をお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。